ファジアの岡山開幕2連勝18歳のニューヒーローが誕生しました。嬉しかったです。アウェーで完封勝利して迎えたホーム開幕戦。栃木に1点も取られない試合にしたいと思います。連勝するぞ。今年のホーム開幕戦で注目を集めるのがファジアーノ岡山の木村代表。先日退任することが発表されました。そしてもう一人の注目がこの人。昨シーズンで引退した元ファジアーノの梶明さん。今回他のテレビ局のお仕事で岡山に戻ってきました。梶さん久しぶり。カフェ行きますよ、カフェ。さらにもう一人の注目が、開幕から2試合連続スタメン出場、18歳のルーキー阿部海斗選手です。海斗最高。阿部選手、阿部選手、はい、最高です。最高でした。開幕戦の完封勝利でディフェンダー阿部選手の評価も急上昇。そしてこの日さらなる衝撃を与えるのです。試合が動いたのは前半15分、フリーキックのチャンスで蹴るのは14番上田浩太選手。ボールはカーブを描きながら直接ゴール左隅へ。まさに芸術的なフリーキックでした。時間も早かったですし、ここで決めれたらチームにいい流れができるなと思ったので集中して蹴れたんですけど、見えてなくて入ったところが、でもあの仲間が祝福しに来てくれて入ったんだなと思ってすごいホッとしました。これでスタジアムの雰囲気が一気に盛り上がると、さらなる興奮は前半24分でした。ゴール前の混戦から左足を振り抜いたのは33番阿部海斗選手。デビュー2戦目でプロ初ゴールです。決まった瞬間はもう来たみたいな感じで、でもベンチ行こうかと思ったんですけどちょっとすごかったんで、あもうここでいいやと。慎吾さんからいいバスケで、もう自分は決めるだけだったんで、はい、嬉しかったです。視察に来ていた東京オリンピック日本代表の森保監督にも強烈なアピールとなりました。勢いは後半も衰えず、10分には上田選手のコーナーキックから6番キャプテンの木山晃平選手。故障のため開幕戦はメンバー外、気持ちで押し込みました。いいところにこぼれてきてくれて、まあ、点取れてよかったと思います。まあ、前節勝っ、まあ、自分出てない中で勝ってね、あの試合使ってもらったんで、まあ、絶対結果出したいなと思ったし。守っては栃木の元日本代表フォワード大黒選手を阿部選手がしっかりマーク。ファジアーノ今回も無失点で開幕2連勝を飾りました。勝った後喜べて嬉しかったです。チームから求められていることを自分は取り組んで、本当でゼロにこだわってチームのために戦います。爽やかなコメントが印象的な18歳のニューヒーローがチームをさらに勢いづけます。 CM の後は新しいチームメイトを紹介、期待の韓国人ストライカーです。新しいチームメイトを紹介、今回はこの方です。9番フォワードイヨンジェです。新加入の韓国人ストライカー9番イ・ヨンジェ選手。身長184センチの元韓国代表フォワード。イギリス・フランスのチームを経て J2 の長崎で2年、京都で2年プレーしました。今シーズン入団したファジアーノでは開幕からスタメンで大活躍しています。自分のこんなプレーを見てほしいっていうところはどんなところでしょうか。
팀을 위해서 뛰는 것과 그리고 상대를 최대한 괴롭히고 압박하고 献身的に 走る 플레이를 見てもらいたい 어쨌든 私の長所はスピードなので、そこをチームのためにしっかり発揮している姿を皆さんに見てほしいと思います。開幕戦で印象的だったのが赤嶺選手とのコンビプレー。スペースに走ってボールを引き出したり、逆にボールを奪って決定的なパスを出したり、今後2人の連携で得点が量産されそうな予感もします。慎吾さんとはキャンプの時はあまり一緒にプレーする機会がありませんでした。でも試合で一緒にプレーするとすごく呼吸が合いました。慎吾さんは私が動いたところにパスを出してくれます。すごく呼吸が合うので、もっと合わせていって、たくさんチャンスを作っていきたいです。これまで数々のチームを渡り歩いてきたヨンジェ選手ですが、性格は意外にも。最初は少し人見知りをしてしまいます。でも仲良くなればふざけ合ったりしますし、性格は活発な方だと思います。ただ最初は人見知りしてしまいますね。今シーズンの目標を聞かせてください。一番の目標はチームが勝利して J1 に昇格することです。そのためには私が2桁ゴールを取ることが必要だと思いますので、昇格と2桁ゴールが目標です。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ヨンジェ選手の移籍初ゴールにも期待の次節大分トリニータ戦は明日午後2時キックオフです。今月はファジアーノ岡山のイヤーブックを10人にプレゼントします。